まあどんなに弱小だろうが底辺だろうが訴えることはたくさんあります。この国を良くするために訴えることはたくさんあります。なんでね、日本国民が豊かな生活を送れるために、私本当にもうほとんど力がないですけども、言い続けていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、アメリカ帰りです。今日はですね、12月31日大晦日ということで、一昨日からまあ一昨日は私のチャンネルの、動画についてお話しました。で、昨日は、国内外におけるその印象に残った出来事7つ紹介しました。で、今日まあ一応まあ今年最後ということで、まあ私の、私事でまあ特に印象に残った、いい意味でも悪い意味でも残った、私自身に降りかかった問題3つ、問題ってわけじゃないね、いいこともあるからね、出来事3つ、お話ししたいと思います。それでまあ今年締めようかなと思ってます。まずまあ3つ、第3位ですね。第3位はこれです。ゼンフォン6です。ゼンフォン6を購入したところです。ゼンフォン6、ちょっと今ここでまあレビューしますけども、買ってもう数ヶ月経ちますけども、あまりバッテリーへたりませんね。思った以上にへたらない。まだ、丸々1日以上。1.2日ぐらい持つかなって感じですね。で、まだまだ、現役として使えます。当たり前ですけど。もともと中華の、まあ、これは、まあ、ASUS ですけども、中華の、以前、YMAX フォンっていう、YMAX が搭載された、スマホを使ってたんですね。あれは、HTC かな ?HTC。HTC の、やつだったんですけども。あれは、ものすごいスピードで、電池が、バッテリーがなくなってきます。純正のバッテリーで半日も持ちません。だから確かバッテリー2つついてきたのかな、買ったら2つバッテリーついてきました、でももうそれでもまあ1日まあ1回は必ず交換しなきゃいけない、めんどくさいってことで、もう買って2、3日ぐらいさ、新しいのつか、もっと容量のでかい、バッテリー、そのワイマックスフォンに合うものをまあ買って差し込みましたけどね、ということでちょっとね、中華系はバッテリーの持ちがね、私の、まあ、体感では、私の、まあ、体感、まあ、経験では、エクスペリア Z ウルトラ、まあ、あれ結構良かったんですね、電池の持ちが。あれと比べて、その、YMAX フォンすごかったし、あと、ASUS も、急激に、2年近くになったら急激にガガーンって下手り始めたんで、ちょっとバッテリー心配だったんですけども、これ、全フォン6、今のところ大丈夫です。今のところ、1.2 ぐらい。ですね、1.2日ぐらいで、まあ、なんとか収まってます。ということでね、まあ、使い勝手も、非常にいいです。長崎に旅行行った時、これで主に、長崎市 の駅前の装飾オーナメントの塩梅具合を、まあ、これで撮りましたし、ね、あと佐世保の佐世保市街を撮った動画もこれで撮りましたからね。まあ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 、たくさんあります。これを撮ったらたくさんあります。まあ今後もこれも駆使して、それでまあまあ来年以降、まあ月40本ぐらい動画上げていきたいなと思います。まあとりあえずこれに出会えてよかったです。ナンバーポータビリティで以前使ってた電話番号と同じ電話番号をここに搭載するというプランをプラスして、あと、6ギガまで使えるプランかな。もっと、まあ、加味して、それで音声通話もそれで加味して、全部込みで5万いくらでしたっけね、5万5千ぐらいでしたか。まあ、6万円切ったんで、まあ、それで万々歳です。砂泥も最新の確か積んでるはずですしね。ということで、まあ、第3位は、ゼンフォン6です。ゼンフォン6購入したところです。で、第2位はですね、これは今度悪い話題ですね。今年はちょっと体調が優れなかったです。優れなかったというか、順を追って話すと、2月に、歯が痛くなったんですね。で、歯が痛くなって、それで、なんでだろうと思って、こっちの、私からすると右歯ですね、奥歯とその上の歯、両方痛くなった。で、調べていくうちに、まあ調べるっていうかな、それでまあ8月ぐらいに、確か、歯医者さんに一回行ったんですね。8月に、歯医者行って。そんで、8月だったのかな、忘れちゃってよかった。で、その時、もう虫歯はないと。虫歯ではないと。
うん、だからあえて言えば近く過敏かなみたいな感じのこと言われました。うん、それでもネットで調べてちょっとこれじゃねえかなと思って、それで内科に行ったんですね。そしたら案の定、三叉神経痛ということで。まあ、三叉神経痛、うん、辛かったです。あの薬飲んだんですけどもね、最初の1錠ずつ飲んだ言ったんですけども全然効かなくて、で2錠ずつ飲んでくれて先生に言われて、そしてようやく治りました。1ヶ月ぐらい経ったかな、1ヶ月ぐらいで治ったかな、病院に行ってから、ああやっぱり三叉神経痛は痛かったです。それで三叉神経痛の動画撮ったんですけども、この動画が意外に今も伸びてるんですよね。今もあのコンスタントにこう右肩上がりなんですよ動画視聴回数は。もうあの最初は全然ダメだったんですけどね、最初はもうほんと数回ぐらいしかなかったんですけど、今もう3桁ですね、3桁なんで、私としては結構ヒットな、動画に なりましたね。まあそういうことで、あの三叉神経痛はまあ治りました。治ったら上の歯は治ったんですけど、痛み止まったんですけど、この下の歯の痛みは止まんなかったんで、9月ぐらいにあの近所の歯医者に行ったら、まあ、あれだと、歯周病だと。実際歯ちょっとグラグラしたんですよね。こう押すとグラグラ動いてたんで、ああなんだろうなと思って、まあ言ったら、まあ歯周病で、歯周病の治療は痛かったです。こう歯茎を切って海みたいなの出すんですよね。それ麻酔しないで切るんですよ麻酔しないでビュッて切って、それでギュッて、で注射も入れ、抗生物質とかいろいろな注射するんですけど、それもまた痛くて痛くて、まあ大変でしたね。大変でしたけども、10月ぐらいにはもうあのもうこれで治療すべて終わったんで、ちょっと様子見ましょうということで、まあ終わりました。でもう11月ぐらいには、10月にそれ言われて、11月ぐらいにはもうほぼほぼ治って、で現在はもう大丈夫です。ただやっぱりちょっと痛いっていうのと、再発したくないっていうので、もう食べた後はすぐもう歯磨きますね。だから1日朝行く時は歯磨いて、何も食べないですけど、何も食べないですけども、朝行く時は軽くこう磨いて、で職場で、まあ、ご飯食べた時、まあ、洗って、で最後家帰ってきてまた飯食ったら洗う。大体3回ぐらいですか、洗う用意してます。であと大小2つの普通の大きさのと、あとすんごい細いゴミであるかないかぐらいの細いこう、まあ、歯ブラシでこう2種類使って磨いてます。で今のところまあ快適です。ということで、まあ、ちょっとそれでね、まあ、苦しみました。ただ、今年は、風邪は引きませんでしたね。風邪は引かなかったんで、まあ、それは良かったかな、と思います。ただ、まあ、三叉神経、歯の痛み、そして三叉神経痛、そして、まあ、歯周病という。まあ、痛みのツートップみたいのに、まあ、苦しめられたことは事実です。で、今度、まあ、1位ですね。もう、わかりかと思いますけども、長崎旅行です。1位は長崎旅行です。長崎市、そして佐世保市行きました。で、もうその動画も上げたんですけども、多分もうここら辺に出すと思いますけども、ですね、あれなんですよね、とてもなんていうか、今まで私もいろんなとこ行きましたよ。横浜だの、神戸だの、大阪だの、いろいろ行きましたけども、どの町とも似てないんですよね。だからものすごい新鮮で、心にガッ染み込みました。佐世保もそうなんですよね。佐世保は横須賀に行ったことないんですけども、まあ、横須賀っぽい街なのかなというふうな雰囲気はあるとは思うんですよね。まあ、横須賀行ったことないんでわかんないですけどね。佐世保も佐世保で、佐世保は佐世保で、まあ、不思議だったし、長崎市で、まあ、不思議な街でしたね。路面電車確か富山市にあるんでしたっけ。富山俺一回行ったことありますけどね、もうちょっと忘れちゃいましたけどね。で、あとはやっぱり教会がポツリポツリってあるんですよね。まあ、市街地にポツリポツリ白い教会。あとちょっとなんか薄焦げ茶っぽいような、レンガ作りをそ想起させるような、ああいう風な色の建物もポツリポツリあるんですよね。なんでそのコントラストがすんごいこう印象に残るんですよね。非常に綺麗な街でした。海もありますからね、あそこも。佐世保なんて、まあ、特に佐世保なんて、もう、駅降りたらもう、5分どころか、2分どころか、もう30秒ぐらいで、海着いちゃいますからね。それで、来年多分また行きます。
来年また多分行きます。なんでね、その時また新たな動画、撮りたいと思いますね。まあ今度いろいろ撮っていきたいなと思いますけども。ということで、まあ今年私、まあ私的に印象に残った出来事3つ行ってみました。まあ皆さんはどうだったでしょうね。今年いい年だったでしょうか、悪い年だったでしょうか。まああともう少しで年、変わります。まあ2020年来年。まあ来年の抱負は明日言うとします。それでですね、まあこれが最後なんでね、今年最後なんでね。いや、まあチャンネル登録者数もまあ3倍増えましたし、視聴回数も3倍になりました。去年と比べて。なんでね、まず今年1年どうもありがとうございました。まあこれからもね、結局今年消費税 10% を、阻止できずに、まあこの動画始めたその動機というのは、消費税廃止を訴えるために、動画作ったんですけどね。まあ2年間やったんですけどね、まあ力及ばず、とうとう、消費税 10% になってしまいました。でも今後もこれ、絶対にこれ日本経済足を引っ張るんで、この消費税っていうのは。なんでね、これからもどんどん、廃止、あるいは減税、訴えていきたいと思います。ということで、チャンネル登録者の皆さんも、チャンネル登録、されてなくて、まあ、普通にパッて見、パッて見た、視聴者の皆さんも、本当に、ありがとうございました。これからも私、頑張っていきたいと思います。まだまだやめませんよ。まあ、どんなに弱小だろうが、底辺だろうが、訴えることはたくさんあります。この国を良くするために訴えることはたくさんあります。なんでね、日本国民が豊かな生活を送れるために、私、本当にもうほとんど力がないですけども、言い続けていきたいと思います。なので皆さんもね、チャンネル登録、できれば、よろしくお願いします。ということで、明日絶対動画ありますから。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。良いお年を。